カンセラーの山本由美です今日はマイクを使って録音してるのでちょっと聞きやすいかなと思うんですけどあのですねやはり。 今ね、リール動画を上げようと思って、リールかなんか、撮ってたんだけど、あんまり面白く撮れなくて、なんか、ちょっと、どうやろうかなみたいなあれのと、やっぱりね、家族がいるから、キッチンとかでいきなり撮るわけにはいかなく、なかなか、その、ちょっと、演技をするシーンとかがうまく撮れないなとか思いながらですね、考えてたんですけど、一つ思うことが今日あって、それを撮ったときに、なんか、ネタ的には、あの、いわゆる女性が旦那、熱がある時ときと、旦那が熱があるときの <laughs> 違いとか、なんか、 結局その男性のそのモラ、これはモラハラなんじゃないかみたいな言動とかに対してのことについて話してるんだけど、やっぱりそこの問題の一つに、やっぱり女性がね、えっと、察してちゃんなんだよねって思うね。っていうのは、やっぱ熱があったり、その、まあ、 やりすぎっていうのもあるんだけど、熱があったりとかするときに、大体男性って、なんか、ほんとギャグみたいに、いや、簡単でいいよとか、うどんでいいよとか、え、そうめんでいいよとか言うらしいんだけど、熱があるのにご飯が作れません、みたいな。<laughs> お前熱、お前ら熱があるとき、どうしてお前ら作ろうと思わない、そういうような人生を送ってきてるにもかかわらず、なんで熱があるときに、あの、女性が熱があるってなると、え、それぐらい作ってくれるのは当たり前でしょ、みたいな感じになれるのかっていう、なんか、え なんか、女性がさ、あ、いいよ、あの熱あんの。えじゃあ、うどん作ってって言ったらさ、まあ、まじギャグかってなるやん。それぐらいさ、なんかギャップがあるっていうのは、なぜかっていうと、やっぱりねう、その、もちろんさ、ンナーチャイルやってるから、親のそ、その男性側の育て方もあるし、やっぱお母さんがちゃんと作って、 くれていたっていうのがあると思う、熱があっても。だから、女性がもう熱があってもお母さん作ってくれてたから、自分も熱があっても作んなきゃみたいになってるんだとは思う。私んちもそれに近かったんだろうなと思うんですよ。なんだけど、やっぱりそれが嫌だとしたら、それに気づかなきゃまずいけないし、それに気づいたら、えっ、ー、と、やっぱ相手にちゃんと伝えるっていう察し手ちゃんをやめるしかないんだよね。だから、え、熱がある時に察し手ちゃんをやめなきゃいけないのっていうと、熱がある時ほど、やっぱ察し、熱がある時、 だからこそ、ッし出ちゃんはやめようっていう話なんだよね。だから、その、悪気があってやってるわけではないわけね。だけど、きっと、きっとっていうかそうなのよ。それ当たり前だっしょって思ってるから。だけど、それがやっぱ、つな、重なってくると、やっぱりきつくなる。で、もう一つ大切なのが、その時にやっぱり、じゃあご飯を自分で買ってきてくださいっていう時に、男性はすごいことに自分の分だけ買ってきたりするらしいです。 それカウンセリングでて出てきてさ「え本当に自分の分しか買わなかったなって言って結構ビビったんだけどなんか本当にさ食べれないから何も買ってこなくていいっていう時とさじゃあなんかアイスクリームだけ買ってきてとかさなんかそうだとしてもさなんか好きなプリンとか買ってきてあげればいいじゃん男性はだってなのに本当に自分の飯しか,飯しか買ってこなくて「え私じゃあ何食べるの?」みたいなのとかってあるらしいの本当に。 え作れないんでしょ買ってくるよって,言って自分の分だけ買ってきたっていうすごくな、ね、いだからやっぱりそれもいち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 しかないんだよねそれはねその方結婚して4年ぐらいだったからやっぱり4年間言ってきてないんだよね一度も、うん、そういうひどいことをしてるのに言ってきてないみたいなだからなんかそこもちょっと問題かなって思うねうんそうそうそうで言わなかったらその4年間なんだと思うんだよねで それだけではなくて、まあ、いろいろあるんだけど、あの、あと、もう一つあって面白いのは、元カノご飯事件っていうのがあって、カウンセリングでは何度もあるんだけど、なんか元カノの方、結婚ご結婚なさってるのにも関かかわらず、なんかすごい元カノの方がご飯が美味しかったって言われますみたいなやつとか、元カノはもっとなんか、毎日美味しいご飯を作、作るって言って、結婚しないから、家庭じゃん。言ってたとか、なんか、 ええー、みたいな人がやっぱいっぱぱいいいいるんだよねいっぱいっていうか結構いてなんでそんな失礼なことを言うのかなっていうのがすごい来るじゃないやっぱり。で、まあ、忘れちゃってる人も多いんだけども、まあ、それを言われた時にやっぱりあの、まあ、きちんと正すっていうことも必要だし <laughs> 私のなんかさ「さあのいやったってさそんなのさえ元男レの方がセックスうまかった」とか言っていいんですかっていう話でなんか。 真実だから何でも言っていいわけではないんだよね。そこら辺も気づいてないのだとしたら、やっぱりちゃんと教えてあげないといけないのかなと思う。なんかそれは、あの、こういうのはやっちゃいけないんだよって。なんか、その、やっぱね、不機嫌でいるっていうことが良くないのはねで、不機嫌で察してちゃんになるからで、ね、不機嫌でもいいのよ。ちゃんと伝えれば。いや、私はこういう理由で不機嫌だからっていう。わかってるみたいな。 それをなんか察してで不機嫌な理由はわからないミステリアスにとどめとく傷っていうのはやっぱ傷ついた理由っていうのは言いたくないからなね女性っていうのは。なんだけどやっぱりそこでその元ハンドの,のごンん美おいしいっていうようなひとようなことを言う人に対してちゃんとその、まあ、あのお伝えするしかないですよねそれは知ってることなんだよってそういうこと言っちゃいけないんだよって。 そういうこと言うと人から嫌われるんだよっていうことをちゃんと伝えてあげなきゃいけないかなと思います。あとなんかね、あとね、それ一回じゃダメなんだよね。あの、私、あの、よくこんな話をするんですけど、二人子供がいて、ちっちゃかった時に、4歳、2歳とかで幼稚園連れて行かなきゃいけない、保育園連れて行かなきゃいけない時に、毎朝、もう天て,てこまいなわけ私は、本当に。なんだけど、うちの旦那はいつもピアノ弾いてた。<laughs> うちピアニストとかじゃないからね。あの、やることないから。 えち,ょちょっと待って、みたいな。え、子供が二人いたらね、毎日靴を履かせなきゃいけないし、毎日靴下を履かせなきゃいけないの、家に出る前に。で、私はもう一生懸命靴で履かしてるのに、靴履かしてるのに、旦那はもうなんかピアノ弾いてるみたいなのがよくあって、それを毎回毎回、いや、ちょっと手つ靴下あの履かすの大変だから手伝ってくれないって言わないと、やらないんだよね。 でしかも最初さ、え、俺靴下腹がしたことなんかないし、みたいな、よくわかんないこと言ってて、私だって誰もありません、そんなこと、みたいな。もうなんか、えへ、ー、って思うようなことを、なんか、本当にどんな育ちをしたらそんなアホなことを言えるんだろう、みたいになるんだけど、やっぱりそれも、うん、すごく重要なのは、その、毎回言わなきゃいけない。毎回その靴下を履かせてって、毎朝言っていたらやるようになったね。あと、その、 お客様でもいたけど、カーテン開けないとか、そういうのもなんか、いや別に僕はカーテン開けなくてもいいんですって、いや家族のためにはじゃあ開けてくださいっていう話で、なんかカーテン真っ暗なところでずっと朝でも本読んでるとかさ、新聞読んでるとかある、あるあるな話じゃない。で、俺は別にいいんだみたいな。いやいや、それはあなたはいいかもしれないけど、私たちはあのちゃんとカーテン開いた明るい部屋で過ごしたいんであの、みんなのためにやってください。それはみんなのために。 あなたはどうでもいいかもしれないけどって言わないと分かんないんだよね。で、それって多分毎日言ってると、だんだん、あの、朝起きたらカーテン開けるっていう習慣ができるんだと思うんです。やっぱ21日と言われているので、やっぱり人間習慣するまでは21回ぐらいは最低靴下履かせろ、カーテン開けろ、あの、子供の、あの、面倒見ろみたいなの言わなきゃできないのかなって思っていて、やっぱそれを言ってないから、結局、その、サシちゃんを続けてるからだと思うんだよね、問題は。 だから、そこで言える自分にもなるっていうこともだし、さし手ちゃんをやめるっていう不機だから、刺し手ちゃんって何かって言うと、不機嫌なんだよ。さし手ちゃんで不機嫌じゃなかったらいいのよ。別に。不機嫌、ただ不機嫌だったらいいんだけど、違うの。何かを知ってもらいたい、分かってほしいっていうことがあるから、さし手ちゃんで不機嫌なんだよね。まあ、それが咲いてるものが、やっぱりセクセスだったりとかするんだけれども、なんでやっぱりね、刺し手ちゃんをやめるっていうこと。 不機嫌をやめるっていうのはそういうことなんじゃないかなと思っております。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。またりバん。バイビー。